フランケンシュタインと狼男は1943年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画74分モノクロユニバーサル映画の看板スターだったフランケンシュタインの怪物と狼男が初めて共演した映画映画フランケンシュタインの幽霊と狼男の直接の続編にあたる 墓嵐が墓を掘り返すと、棺の中からローレンスタルボットが蘇った。狼男として殺された、彼はその生命力で復活したのである。しかし、呪われた我が身を嘆く、彼は安らかな死を求め、生命の神秘を解き明かした、フランケンシュタイン博士に助言を求めようとする。ジプシーのマレーバと共にも絵をちくち果てた、フランケンシュタイン城にたどり着いたが、博士はすでに亡くなっていた。 落胆するローレンスだが、博士の娘エルサから情報を得ようとする。その最中、月光を浴びたローレンスは狼男に変身。村人に追われたローレンスは実験室の床を踏み抜いて、地下に転落する。実験室の地下には、フランケンシュタインの怪物が氷の棺に閉じ込められていた。氷が砕かれて復活した、フランケンシュタインの怪物と狼男ローレンスは、 フランケンシュタイン博士の研究記録を求めて地下の秘密の書斎を探索する。ありがとうございます。